事の担当は覚えたね。じゃあ手分けして行動しよう。もう一回念を押すけど、絶対にあの方に気づかれないよう気をつけてね。心配すんなって。私たち傭兵は秘密を守ることを命よりも大切にしてるからな。おそらくそのような事態にはならないかと。ただの例え話だよ。私の言いたいことはわかるだろう。やっぱりちょっと心配だな。絶対に口を滑らせはしないけど、もし何の前触れもなく背後に現れて、もしそれに気づけなかったら。ユウ、みんなここで何してるんだ。私何も知らないし、何も話してない。秘密を隠したりなんか絶対にしてないから。落ち着いてコレイ。まずは誰が来たのかくらい確かめないと。お、旅人にパイモン、ここで会えるなんてな。え、なんだ、お前たちだったのか。ふう、びっくりした。授業中にぼーっとしてたら後ろに師匠が立ってた時よりも焦ったよ。過信探査に参加するためスメールに戻ってきたのですか。うん、お祭りの間は盛り上がるだろうし、せっかくなら友達と一緒に過ごしたいなって。うん、教練員でもいろんな準備を進めてるって先生から聞いたよ。今年はクラクサナリデビ様の誕生日を盛大に祝ってあげようとしてるみたい。かつて教練員が犯した過ちに対するささやかな償いって意味もあるんだろうね。ヒヒッ、オイラたちタイミングバッチリだな。楽しいものをたくさん見て、美味しいものをたらふく食べられそうだぜ。それはそうと、さっきは何の話をしてたんだ。秘密とかなんとかこそこそ話してたけど。近くに。いい？誰にも言わないでね。実はクラクサナリデビ様のためにサプライズを用意しようと考えてるんだ。うわー、バースデーサプライズってやつか。ええ、リシアの提案なんですよ。ん？ああ、ドニアザードと話してたらふと思いついたんだ。過信探査って毎年似たり寄ったりだろ。今年はちょっと特別な企画があってもいいと思ってさ。ドニアザードもいいアイデアだって言ってくれたし、みんなに相談したら話がサクサク進んでな。サプライズだから知ってる人は少ない方がいい。何せ知恵の神が相手だからね。ちょっとしたことで感づかれるかもしれない。そうだな。って、いつまでこんな風に話さなきゃいけないんだ。コホン、とにかくここ数日手が空いてる友人たちに準備を手伝ってもらうことにしたんだ。それで具体的には何をするんだ。クラクサナリデビ様はキャンディーがお好きらしいから、そこをポイントにサプライズの内容を考えようと思ってる。フロート社のパレードの後は誕生日パーティーに誘うつもりだ。だからハフトシーンとかも外せない。デザインの方はカーベに任せてある。今のところ僕たちは食材と飾りを買い揃えればいい。あ、そうそう、ここまで話を聞いちゃったんだし、オイラたちも手を貸すぞ。だったらキャンディス、さっき買い出しを手伝ってほしいって言ってたよな。ほら、渡りに船ってやつだぜ。ええ、最近はあまり砂漠から出ていませんから、この辺の相場や品を見極められる自信がなくて。ご迷惑でなければ。水臭いこと言うなって。むしろみんなの役に立てて、オイラたちにとってもサプライズだぜ。お、パイモン、ずいぶん口がうまくなったな。ではお言葉に甘えさせていただきます。よし、
決まりだな。飾りは私とドニアザードが担当する。パーティー会場はティナリに任せた。なんだかワクワクしてきたぞ。早速行動開始だ。ナヒーダに素敵な誕生日プレゼントを。シーだ、あ、そうだった。興奮してつい。シここはパレードの終点になるそうです。前もって屋台を出しているところがたくさんあるので、いつもより賑やかなのでしょう。パール村からも多くの商人が来ていますよ。みんな花神誕祭を楽しみにしているようです。ひひ、なら買い物は心配いらないな。値切りはオイラたちに任せろ。はい、お願い。いえ、何でもありません。ご心配をおかけしてすみません。まずはあそこのお店に行ってみましょう。いらっしゃい。何にする？花神誕祭当日に必要な軽食を注文したいのですが、パレードが終わったら取りに来るので事前に用意しておいていただけますか？テイクアウトだね。ね、問題ないよ。ご注文は？マサラチーズボールとポテトボートを3つずつ、パニプリを10人前、それからカレーシュリムプを3つお願いします。ちょっと待ってて、メモしとくから。ポテトボートにパニプリ、よし、オッケー。それにしてもかなりの量だね。ええ、これだけの量ですし、少し負けていただけませんか？ああ、もちろん。全部で29,000モラだが、26,000モラでどうだい？20,000モラにしていただけませんか？へ。
それはちょっと困るよ。パレード当日はお客さんも多いし、わざわざ食材を取っとくんだから。そうですか。ではサモサも5つ追加しましょう。なんとかお願いできませんか。2割引きまでが限界だな。わかりました。ありがとうございます。とんでもない。キャンディスってオイラたちより値引きがうまいんじゃないか。それから他にも何か。いえ、ただコンロを点検してみてください。長く使っていると安全面に懸念が出てくるかもしれませんので。ああ、ありがとう。だが今日新しく燃料を変えたばかりだから、その心配は。うわっ、煙が。大丈夫ですか。あ、平気だ、ありがとう。でもおかしいな。あの、送風機が壊れてはいませんか。その可能性はあるな。この間も似たような事故がうちで起きたし、送風機を変えたばかりだっていうのに。今度は後で点検してみてください。ひとまずお怪我がないようでよかったです。水でしたら持っていますが、いかがですか。いや、大丈夫だ。お気遣いありがとう。それにしてもお客さんよくわかったね。もう少し早く来てくれてたら未然に防げたかもな。今日中にコンロを修理しとくから、過信探査当日の注文には影響しないはずだ。心配しないでくれ。無理せず安全を優先してください。内金はここに置いておきます。ああ、ありがとう。さっきは危なかったな。キャンディスが気づいてくれてよかったぜ。その、私にもよくわかりません。勘というものでしょうか。ふぅ。で、次はどこに行くんだ。コンロがないとこだといいんだけど。さっきはほんとヒヤッとしたぞ。次はキャンディーを作るのに必要なフルーツを買いに行きましょう。うん、久しぶりにオルモスコアに来たし、ついでにいろいろ買おうぜ。